あと5年。まだ起きてないか。お兄ちゃん？月！月はずっと眠ってたんだ。大丈夫？ちゃん、思い出したよ。私、思い出した。思い出したって、記憶が戻った？うん、全部じゃないけど、いろんなことを思い出した。流石のかけらが戻ってきたから。お兄ちゃんは5年前の事件を知ってる？たくさんの人が消えちゃった事件。綾葉さんが巻き込まれた事件だっけ？あと、キリアさんも。私、あの事件のことを知ってる。あの時、あの会場で何が起こったのか。本当に？あの事件は、ガーネフが一度にたくさんの人間を連れ去るために起こしたの。ガーネフ？うん、闇の司祭って言われてたよ。すごく強くて、すごく悪いやつ。何のためにそんなことを？ガーネフはお兄ちゃんの世界の人たちを自分の魔術に利用しようとしたの。私、ガーネフを止めようとしたんだ。でも、できなくて。その時、俺はチキに助けられた。ヤシロ。思い出したよ。ヤシロお兄ちゃんはあの時の男の子。大きくなったね。チキ、長かった。お前に再会できるまで5年かかった。5年前、ガーネフはコケラ落とし公演、ハインリヒの長き巡礼で、主演だった俺の父の体を乗っ取った。ガーネフは会場にいた人間を、イドラスピアに転送し、その場にいた俺も、転送された。あの時、私がもっと早くたどり着いてたら、翼お姉ちゃんだけじゃなくて、もっと多くの人を助けられたのに。翼が無事だったのは、チキのおかげだったんだ。でも、たくさんの人が。チキ、お前が気に病むことではない。すべての元凶はガーネフだ。あいつはイドラスフィアで何か奇妙な儀式のようなものを行っていた。おぞましく、まがまがしい儀式だ。きっとそれは暗黒戯曲だよ。暗黒戯曲？5年前の事件は、ガーネフが暗黒戯曲の魔術をやるために起こしたの。暗黒戯曲は、世界を滅ぼすと言われる恐ろしい儀式。世界を？そうだよ。暗黒戯曲によって呼び出される竜、暗黒竜によって、世界は滅ぼされるの。暗黒竜。暗黒竜はすごく強くて大きくて怖い悪い竜族の王様。5年前にガーネフがやった儀式、暗黒戯曲は暗黒竜を呼び出すための儀式だったの。ううん、5年前だけじゃない。遥か昔にだって、私たちの故郷を支配して暗黒竜を呼び出そうとしていたんだよ。私たちの故郷を？私たちの世界はずっと戦争が続いてて、みんな戦うための姿に変わっていったの。そういう世界だったから、みんなで力を合わせればガーネフをきっと止められるって。
たくさんの人がね、ガーネフを止めようとしてたんだよ。ガーネフは止められたのか。たくさんの、本当にたくさんの人がね、力を合わせたんだけど、できなかったの。その後、私はあの世界とお兄ちゃんたちの世界の間にあるイドラスフィアに転送された。それじゃあ、私たちの世界は？私はその前にイドラスフィアに転送されたから、わからないの。でも、一度ガーネフの暗黒戯曲を見ていたから、5年前のこけら落としの事件に気づけたんだよ。5年前の時、もしガーネフが暗黒戯曲を完成させてたら、この世界は滅んでたかもしれないんだから。5年前の事件の時は、どうして儀式が完成しなかったんだろう。父が儀式を止めたんだ。当時、ガーネフは父をより知ろうとしていた。父はガーネフに抵抗し、命を落とした。私がガーネフに負けそうになった時、ヤシドお兄ちゃんのお父さんがガーネフを止めてくれたの。父はガーネフに襲われそうになった俺を助けるために自ら命を絶ったんだ。ヤシロ、最近起こっている芸能人の失踪やミラージュが起こす事件はガーネフが裏で糸を引いている。ガーネフはまだ儀式を、暗黒戯曲の実現を諦めていない。ガーネフを探し出し、父の仇を討つ。そのためだけに俺は今まで生きてきた。5年前、よりしろだった父を失ったガーネフは今は別の人間をよりしろにしているはずだ。ガーネフは誰をよりしろに？わからないの。思い出した記憶はほんの一部だけだから。チキの記憶が完全に戻ればガーネフのよりしろについてわかるかもしれないな。そうかもしれない。まず、チキの記憶を取り戻すことを優先しよう。チキ、教えてほしいことがあるのだけど、いいかしら？うん、いいよ。その世界での私たちは。大丈夫だった？うん、私は大丈夫。でも、なんだかすごく良くない感じがする。良くない感じ？ブルームパレスで地震だと？トピックだ。コズミックエッグが膨らんでいただと？何が起きている？よし、じゃあすぐにコズミックエッグを調べに行こう。みんなもそこに向かってるはずだし。確かに、コズミックエッグが膨らんで巨大な卵みたいになってる。
後楽園でディアマージョショーを見てたらいきなりコスミックエッグが膨らんでどんどん嫌な空気が集まってくるの感じました。バリーが近くにいたおかげですぐに気づけてよかったわ。小さなお友達を危険から守るのは私の使命です。あとはイツキたちに任せますから頼みましたよ。わかりました。みんな注意しながら中に入ってみよう。ひどくまがまがしい気配を感じるわ。どうやら膨大なパフォーマがコズミックエッグに流れ込んでいるようだな。なんだこのバリアっつうか結界みたいの。これじゃ先に進めねえじゃんか。チキに相談しに行こう。さっき目を覚まして少し記憶が戻ったみたいなんだ。そう、大きな卵みたいになってたんだね。早くなんとかしないとヤバそうなんだが、バリアっつうか結界みたいのがあるせいで先に進めないんだ。それで困って戻ってきたんだけど、何か手はないかな、チキ。流石のかけらを使ってるのかも。流石のかけら？うん、流石はもともと私のだからなんとなくわかる。少し前から私の流石を通じてコズミックエッグにたくさんのパフォーマが集まってるみたいなの。多分だけど集めたパフォーマの一部を結界にしてるんじゃないかな。そんな使い方を。敵が流石のかけらを持っていた理由はそれか。それじゃすぐに探しに行くわよ。流石のかけらを手に入れれば危機の記憶も戻るし、敵の目的は阻止できるし、一石二鳥じゃない。うん、最後の流石のかけらがある場所ふわふわしてるけどなんとなくわかるよ。パフォーマの流れを感じ取れれば。ここはテレビ局？守りちゃんが歌ったところのイドラスフィア大東テレビのスタジオです。大東テレビのイドラスフィアにある流石に向かっていろんなところからパフォーマが集められてる。パフォーマが集められてる。一体敵は何を。行って確かめればいいだけだ。ヤシロ、力を貸してくれるか。何を今さら。俺はお前と共に戦うと決めたんだ。言われるまでもないだろう。ヤシロみたいなすごいやつにそう言われるとちょっと照れくさいよ。己への過小評価は成長の妨げになるぞ、青い月。お前は数々の表現者に付き添い、いい影響を与えてきた。お前こそが皆の導き手だ。そのことを正しく自覚しろ。俺が、みんなの。
俺のパフォーマ？お前も一流の表現者だということだ。そうなのかな。ヤシロお兄ちゃんが言ってた通り、お兄ちゃんにはもうそれだけの力があったんだよ。そのことをお兄ちゃんが自覚したから新しいパフォーマーが出てきたんじゃないかな。これまでの積み重ねの結果だ。お前はただ受け入れればいい。受け入れる。お兄ちゃんにはみんなを導く、みんなの気持ちをまとめる力があるんだよ。じゃあ早いとこ敵艦の野望を打ち砕きに行こうぜ。ああ、ガーネフはすごく強い。みんな無理はしないでね。みんなが傷ついたら私悲しいから。分かってるよ。チキを悲しませるようなことはしないから。それじゃあみんな龍石のかけらを取り戻しに行こう。思いもしなかったよ。そういうことは自分ではなかなか気づかないものだからな。そういうものかな。いつき、今手に入れた力があればきっと道を切り開いていけるはずだ。行こう。龍石のかけらを取り戻すためにも急がないと。